ピッサヌローク駅は、太陽国北部、ピッサヌローク県ムアンピッサヌローク郡にある、大国有鉄道北本線の駅である。ピッサヌローク駅は、太陽国北部、ピッサヌローク県の県庁所在地であり、人口28万人が暮らす、ムアンピッサヌローク郡にある。町の中心部に位置するため、利便性が良い。駅の正面側が、市街地である。駅は一等駅であり、 すべての列車が停車する。クルンテープ駅から3 8 9 2 8トル地点にあり、特急列車利用で5時間程度である。当駅は北本線のほぼ中間点にあたり、運行上も重要な要衝である。駅構内には乗務員基地及び車両点検設備が設けられ、当駅を経由して、バンコクと台北部を結ぶ長距離列車の多くが乗務員の交代を行う。 普通列車を中心に当駅終着、または始発となる列車も多数あるほか、長距離列車の一部は当駅で増解決を行う。また、北本線は当駅を境に、南側区間が列車集中制御装置、北側区間が連鎖閉塞式となっており、当駅は異なる閉塞方式の境界を成している。1897年3月26日に、 大貫 A 鉄道最初の区間が、クルンテープ駅アユタヤ駅間に開業し、1900年12月21日に、当初計画のナコンダチャシーマ駅まで完成した。この頃北本線を、チーンマイまで整備することなり、少しずつ、延伸開業の後1908年1月24日に、当駅まで完成した。当初は、終着駅であったが、 10ヶ月後の1908年11月11日にバーンダーラー分岐駅まで延伸開業されたことにより中間駅となった当駅開業の約14年後の1922年1月1日にチエンマイ駅までの全通完成を見た。島式ホーム、片面ホームからなる旅客扱い施設があるほか、島式旅客ホームの下り方にさらにもう一面のホームが 重列に配置された変則的な校内配線を有する。校内には、その他に、貨物列車の着発線、貨物取扱施設、保線区等が設けられている。駅前に展示してある蒸気機関車181号機、あたる駅駅前に、退役した蒸気機関車181号機が、生体保存されている。ありがとうございます。